専修大学本源寺物語系図とは、古経図に分類される、源氏物語系図の一つ。現在、専修大学図書館に所蔵されているためにこの、名称で呼ばれる。阿波国徳島藩主八須家け急造、現専修大学図書館所蔵。この古経図は、直線州、新古今和歌集の選者の一人であり、当時の歌壇で広く活躍した歌人である。 藤原家隆の筆と伝えられてきたために、伝藤原家隆筆古系図と呼ばれることもある。鎌倉時代の書写と見られる比較的書写時期の古い古系図である。現時系図との下代を持つ巻子本一軸の形態を持ち、二重の切り箱入りで蓋には、現時系図、藤原家隆筆と記されている。量子、装丁などは、美術的な価値も高いものであるとされる。本系図は、 前付けや後付けがないため、巻き名目録や、源氏物語の起こりのようなものは含まれておらず、奥書きもなく、警符部分と警符の不明な人物について列挙した、不入警符と呼ばれている部分のみからなる。本刑図で使用している、人物故障について、欠落のある旧情下本を除いて、諸本と比較すると、昇華本故刑図が、最も近く、以下東京大学造本、日本大学造本、 巨彩、実、秋元、五光言陰本、学習院大学造本、ためう治本、天文本、ため定本、秋下台本、暗用日本の順で近い。それ以外にも、系府部分に収録されている人物の数は213人で、あることや、スカミ3位をはじめとする、スカミに関する記述を持つこと等は、現在内容を知られている多くの固形図の中では、 消化本と最も近いものであることを示すと考えられるものの、消化本と比較すると細かな違いも多く存在するため、単純にどちらかがどちらかを書者したものというような近い関係ではないと考えられている。なお、藤原栄高筆とされる、現氏物語系図はまとまったものは現時点では、本社本しか。 明らかになっていないもののの存在が指摘されており、これらとの関連の調査の必要性が指摘されている。本古経図では、以下のように記述に、不審あるいは、日がごと等と述べたりしている場所が全部で9箇所あり、その多くが、消化本と共通している。その主なものは、以下の通りである。本古経図の系譜部分に収録されている人物の数は213人である。 この系譜部分に収録されている人物の数を様々な固形図について調べ、人数順に並べてみると以下のようになる。この人数を時はず子が唱えた系図に収録されている系譜部分の人数が少ないほど古く、原型に近いものであるとする法則に当てはめると、この専修大学本固形図は造法本系統の代表的な伝本であるためうじ本。 古系図の177人よりも、はるかに多く、さらには、根性本系統の代表的な伝本とされる、消化本の210人から214人とほぼ、同じである。また、系譜の後に列挙される一般には、不入系譜などと称される系譜の不明な人物の数についても、本系図のこの部分に収録されている人物の数は261人で、あり。 これをいくつかの固形図について比べると以下のようになっており、不乳系譜部分に掲載された人物のみの人数でも、系譜部分に記された人物の数と、不乳系譜の人数を合わせた全体の人物の数についても、この先週大学本が固形図書本の中でも最大級のものである。本固形図は、スマモル巻き関係の記述を含むが、同様のスマモル巻き関係の記述を含む、 固形図との内容の大きな移動を表にすると、以下のようになる。これによると、巣守る巻き関係の記述を含む固形図の中では、消化本と最も近いものであることを示すと考えられる。この他に、伝藤原ためい大島正太郎急増本や早稲田大学図書館、供養文庫増本にも寿司関連の記述があるとされているが、詳細は不明である。 この経符部分には、スカミに関連する記述は含まれていないものの、符以外の部分でスカミに触れている以下のような固形図が存在する。ありがとうございます。